危ねえ危ねえ。壁の話してたん？いや、全然壁の話はしてなくて。うんうん。あ、声大きいですか私？いや、大丈夫だよ。大丈夫。待って、誰肉まんうちのポケットに入れたん？あー、肉まん食うのやつじゃないの？そう。これ食うやん。ジェフ？うちの飲食店の棚見てたら肉まんがあって。あ、そういえばこの間肉まんの話したわと思って、うん、今のこの分ぐらいの間に、うん、私にも入ってる。みんなのポケットに肉まんねじ。めっちゃポケモンじゃないや、肉まん入ってる。どっからポケモン出てきたの？ごめんごめん、今ちょっと鋼ポケモン育てて出てさ、すごい。いっぱいなりすぎやろ。壁のあれをしたいときはその肉まんを、ね、うわお相手に渡して肉まんプレイしてみてください。これ肉まんプレイ、サノールポーク、美味しそう。これすっごく美味しそう。あー、サノールか。そうなんです、ね、サノールの肉まんだ。肉まんめっちゃ美味しそうですもんね。美味しいですね、うん、ほっかほかのやつ。しかもその壁の話の時にさ、ジェフさん一人ぼっちにさせたからさ、本当はさお土産買ってきたはずだったんだけど、うん、そうだそうだ、終わってたからこれちょっと残り物だけど。あー、ありがとうございます。コゲピスのソフトクリーム、うん、あ、ニッソに請求してください。6で見たやつだ。わかりました、それどうぞ。なんかそれジョイントなんだって。え、ジョイント？そう、ジョイントなの。ジョイントって何ですか？あ、リラックスやつ。あー、リラックスやつ、リラックスするやつ。あ、じゃあ、これは食事とかじゃないんだ。そうそう、なくて、そうそう、食べるとリラックスできるソフトクリームです。なるほど、ありがとうございます。タバコと同じ分で、うんうんうん、タバコ苦手な方には嬉しいですよね。いや、めちゃめちゃいいですね、うん、意外と女性の方とかタバコ吸わないっていう方がいらっしゃる、ね、そうなんですよね。私もなんかもらった時は吸うけど、基本的にはって感じですね、うん、本当に、うん、助かります。てか俺全然食べ飲み物ないわ。あ、嘘、めっちゃ、あ、いいです。ありがとうございます、はい、肉まん。行ってらっしゃい。あ、いいえ、全然。そう、肉まん引いたのに肉まん、これ食う？すいません、これ食う？これ食うって、これ食う、これ食う、これ食うって、あの、うん、肉まんその異性に、うん、その肉まん渡してこれ食うってやってほしい人に渡してあげてください。そうそう、あー、そう、前に言ってたやつですね、それ。そうそうそう、なるほど。これ食う刺さらんのよな。ふでこちゃんは刺さってたもん。ふでこちゃんは刺さるって言ってた、うん、刺さってた。私、意外と何でも刺さりやすいので。刺さりやすい。あー、わかりますっていう。結構ガバガバなので、私ガバガバ。あ、守備範囲がね。ええ、うん、何でも喜びます。いやね、うん、まあでも、まあ、なんだろう、男性側からしたら、まあ、うん、ちょろくていいなって感じ。ちょろい。言うたな、今。言うたな。言うたな、ちょろいはダメだ。あ、ちょろいはダメだ。あ、ダメか。うん、いや、でも、まあ、なんか、まあ、オブラートに包んで、わかりやすくていい。わ、うん、かりやすくていい。好きがある方がいいよな、多少。あ、確かに。あ、でも、どうなんですか、好きをわざと見せるがあるんですか、その好きな異性には。ある。あるの？あるんだ。ある。酔ってないのに酔ったふりするとかでしょ。うわー、おるおる、そういうおるおる。大谷さん、マジ四六時中変わんなそう。ふねやったっけ、背骨どこやったんっていう女になってるね。背骨今日歩いてきたんじゃなかったっけみたいな。そう、いますよね。お酒飲んだらふにゃふにゃになっちゃうの。なるほどな。お酒飲んだらふにゃふにゃになっちゃった。うん、いや、なんかそれがうまくできるならいいけど。ああ、うん、まあ確かに。果たしてそういうののあれで得た愛とはどれだけの価値があるのでしょうね。それでもさ、うん、そのふにゃふにゃにやっちゃう女性側に言ってるってことでしょ。そうでしょ、そういう技が使える女の子と私は羨ましいと思ってるんですよ。いや、そうだよね、羨ましいよな。そうだよ、あ、いいな。それがうまいことできるんならめっちゃいいじゃん。でもさ、ほら、好きを見せるってさ、いろんなやり方があるじゃないですか。うんうん、その、うん、私酔っちゃっただけじゃなくて、うん、ちょっとこう、なんですか、例えば筆子さん、どんなのがあります？他ですか？好きを見せる。スカートチラリとか。さりげなくスカートチラリ。なんかこう、普通に喋ってる時とかに、はいはいはい、やだー
みたいな感じでこう肩ポンって触ってみたりとか、ボディータッチね。そう、さりげなく触ったりとか、布団も触ったりとかだ。うん、うん、なんか、上手なんですよ、やっぱ。布団って聞こえちゃった。あ、俺も布団って聞こえちゃった。ポンポン、太ももポンみたいなやつ。太ももはちょっとあれだな。なんだろうな、上手な女の人最近見てないからな。いい感じないから。上手な女の人。上手な女の人どうやって生きてるんでしたっけ。なんだっけ。え、肩ポンは何ですか。肩ポンは計算とかじゃなくて、多分関西人やりがちな気がする。なるほどね。普通に。いやなんか。うん。あ、いや肩に、なんか肩をこうつける。肩に何かつける肩に肩をこう肩にこう狭いなんか割とこう狭いそうところで肩をこう触れさすみたいな肩にちょっと寄っかかるみたいな。そうそう、なんか寄っかかるわけじゃないんだけど、なんかちょっと狭いねん。そうそれをやってる女子を見たら、うわやってんなって思っちゃうな。そうなんだ。うん、いや、例に出たやつ、うん、全部あ脈ありって思っちゃうわ。そうだよ。そうだよね。いや、そうだよ。うん、いい確かに。ポン、あ、うん、そうだね。うん、勘違いされる。ドキドキさせられる女っていいなと思いますよ。いや、いいよね。うん、言葉に何かするわけでもなく、ドキドキさせられる女っていいなって思います。逆にその、うん、会話だけでそういうのってできるんですか。会話だけ、うん、そのうわ、きなんか気あるそぶりみたいな。そうそうそう、会話でボディタッチとかじゃなくて、本当に普通の会話だけで。うわ、すごいやん、教えて。あるのかなと思って。わかんない。なんか、あったじゃないですか、もう昔なんか入ってた、そのできる女のさしすせそうみたいな。あー、あったあった。え、何できる女のさしすせそう。ね、さなんだっけな、さからわかんねえわ。最高じゃなくてなんだっけ。最高、さすがー、さすがーだ、さすがー。しょうもな、しょうもなはダメだ。え、なんだ、死んでる。死んでるもダメでしょ。醤油かけたい。しょっぺーな。微妙なの大喜利みたいになってる。しっこ行きたい。もうダメだ。し、なんかあれだよ、差し、待って、し、知らなかった、知らなかった、あー、すごい、すごい、すごい、せやめなさい。違う、せって何。その背を跳ね、違う、本当に言おうとしてない、せってなんだろう、背って違う、せ先輩。背が高いと違うか。競り合ってるね。競り合ってるね。第三者目線だからな。セフィロス。セフィロス。だろう。セロリじゃない？背の褒め言葉わかんない。セラミックですか？歯の話。歯めちゃめちゃ綺麗ですけど、セラミックですか？先生。聞きたがる人たまに多いけど。世田谷区？住所特定地。絶対金持ち。センスあるらしいです。あ、センスある。世田谷区と大体一緒じゃないですか。いや、全然違うでしょ。そうなんだ。なるほどね。そうなんですか。そうなんだ。そうなんだ。そうなんだっぽいな。そうなんだ。そうなんだ。かー。上げさせればいいってこと？上げさ、あ、その相手を褒めるみたいな感じでしょ。立てるみたいな。あー。え。あいうえは。愛してる。ああ、
まあでも いいこと何ほら、今また違うすぐ連れ込む、どっかに。しかもどっちかというとおっさん目線だよね、それいいことせんか、わしとみたいな。確かに、おっさんやわ、おっさんやで、ね、いけず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 、まあ確かに、確かに、うん、うそれでいいの？行けず、行けず、どうなんだろう。そんなのあるの？むしろあいうえおって。いや、ない、ないですね。ないんかい。うん。食ってるんかと思って。あるんかと思った。作業だったらどうなるかなと思って。いい。一緒にいて楽しいじゃないの？あれ？いい。西野社長、才能あるかもしれない。いいセンスしてるね。あいいセンス、まあまあさっきの背だなそれ、うん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 、でも一緒にいて楽しい、うん、確かに一緒にいて楽しいって言われたらちょっとドキッとするかもしれない、うんうん、でも何でもいけそうだな、うちらマブだよね、う何やってるじゃんダメじゃんダメじゃん完全にそれ以上ない、うちら友達止まりじゃん、うちらずっと、うーうーう、うちに行ってもいい、あいや嬉しいとかじゃない？あ、嬉しいか。嬉しい。確かに感情を表現していくの大事。嬉しい。強いよ大家さん。え、嬉しい。え、調子いい。すごい。えらい縁を捧げるよ。捧げる思った。いらんか。重いな。特になんか重たいか。えらい、あえらいね、えらいえらい、わっ、西野社長もしかして男前、お、なんかできる女だな、おおおかずおお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 おいしいね、おおおいしい、なんか食べてる、確かにおいしい、おいしいっていうの大事かも、おいしいは大事だけど、おいしい、うまいとかダメって言うじゃないですか、うん、うまとかダメって言うじゃないですか、うん、おいしいって言うじゃない、でも俺うまっていう女の子の方がなんか好感度あるな、へえー、そうなんだ、なんか品がないって言われがちですけどね、うん、うま、可愛い声で言えば何でもいいのかも、なんかこう不意に出る馬ってちょっと小声で言ってるの聞くと、うん、あもうすごい本当っぽいですもんね、うん、本当っぽい、はあ、それすら演技だったらもう何を信じていいか分かんない演技だよ演技やめてすべて演技だよやめてあ女性不信になっちゃう、女性不信ですよ、うん、もう面白いな、まあでも男のしなんか逆にどうしたの、あれはないですか、男が分からしてこいつやってんなーっていう男性も結構いると思うんですよ、はいはいはい、男側から見て、そう男の人で女の子に対して結構こうプレイボーイというか、はい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 、そういうのでこうないんですか、こういうやつこういうことやってるやつはちょっと危ない警戒した方がいいぞみたいな、あーその男から見てそのヤバい男の特徴みたいな、そうなるほど、なんだろうな、男って基本的に自分に酔うからな、そういう時そのなんだろうな、男から見てやってんなか、難しいですよね、なんかそういうの武勇伝になりそうだもんな、男の人武勇伝なんかマジでってみんなで盛り上がる話になりそうお前天才だなっつってそれいいじゃんの流れになっちゃうかもしれない、だから男のヤバい行動は男自身が分かんないな、あ女性から見て何かあるんですか、こいつまずいヤバそうな男だなってヤバそうだなってやつ、あ別に何かあったわけじゃないですけどその前置き入れんのちょっと、うん、なんかあったわけじゃないんですけど、私は その場に居合わせただけなんですけど、車の席が常になんかリクライニングしてあるやつは、うん、こいつやべえなって思いません、なんかなんだこれ、なんでこの人の車いつもリクライニングしてあるんだろうって、あそう安心感がないんですよね、はわかんないかも。だからなんか車で節制してるえ、そういうことなんですか、
そういうそこまでは分かんないですけど、なんかチャラい感じがしましたよ、それ。リクライニング、ややリクライニングしてあるんですよ。あのやや全部倒してるわけじゃなくて。ああ、ちょっとなんかそういう、なんかなんだろうな、余裕あるぜみたいな角度で。でシートベルトが全く役に立ってないんですよ。ガバガバで、お前命を守るベルトをこんな風に扱っていいと思う。そう、シートベルトがダルダルの男はダメだと思う。飛んでちゃうもんね、そのぶつかったらね、そうピューってね。なんかダルダルの人いる、たまに。ダルダルな人、お前何してんねん車にって思うような人がいる。どうやってこんなに引き出したんっていうぐらいベルトダルダルに出して。え、ダルダルになることあんの？いやだからこれはそうだね、リクライニングの角角度によってなりますよね、ここ。そうなんだ、うん、すごいあの浮くっていう、出しっぱにしてるやつとかいますよ、うん、あれは本当に嫌いです、正直。ああいうの分かってない、車を作った人の気持ちが分かってないと思う。危ないもんね、誰だこいつ。ちょっとお題からずれてるかもしれないけど、ちょっと人としてどうかなって思うやつになってきちゃってる、まあまあ男女兼用かな、それは。やばそうな判断みたいなでしょ、判断材料みたいな、なんかあります？このこういう男性やばそう。最近そのそれこそベックフックとかそのネタで見たんですけど、はいはいはい、ね、なんだっけな、 お金出すときに、まあそれはもちろん男性側がおごるときにね、はいはいはい、女性の目の前で財布出すとも蛙化してなえって別れたみたいな。いや私全部払ってたよ昔。あ、全部払ってた？これはあの、うん。え、そっち？そう、紐？紐だ、紐飼ってた。え？紐飼ってた？ま、うん、大学生の時、しかも年上の最悪じゃない？お金ないのに。お金ない。大学生なんて。うん。全部払ってた。ええー、私の話じゃないんですけどね。はい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 、私の話じゃないってことにしといてください、ね。そういう話があったっていうことで。怖い怖い怖い。でもうちさ、蛙化全然わかんなくて。いやー、蛙化したことない。ないかも。私も結構えげつないことされてもなんか好きだと許しちゃうかもしれない。思ってんだな、全部な。うん。なんかいつの間にか家に住み着かれたとかしても全然なんか、あ、またいるわみたいな感じで全然そんな気にならないかもしれない。そういう体質なんか、うん、ちょっとこの二人は参考にならないかもしれない。うん、ならないかもしれない。特殊すぎるのが。いやいや、私じゃない、私じゃないです、私じゃないです、私じゃないって友達、うん、友達の友達ね、リーさんの話じゃない、うん、私って言ってるけどリーさんの話じゃない、うん、友達の友達って代読してる今、うん、そうです、代読してます今。お便りをお便り代読中です。いやでもそれこそでも一途ってことですよね、うん、まあそうです、一人の人を、うん、周りが見えないというかその人が何しても OK、うん、でもそういうことしちゃダメだなっていう学び もう得てるんで、もう全然もう今、うん、って思って言ってました、甘やかしたらあかんで、うん、って言ってました。こちゃんは、私あんまり恋愛してる時の自分が好きじゃないです。あれ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 、よくない恋愛してるこれ。え、じゃあ、あれ好きじゃないの？みんなダメだこれ。え、どうなってんの？みんなダメな恋愛してる。ダメ、ダメムズウォーカー、ダメズウォーカー。ちょっとマスター、酒を。さ、みんなダメなやつじゃないこれ。はあ、終わってたね。終わって、誰の話か知らんけど、終わってるね。BMC のこういう空気が一番好き。大丈夫。大丈夫なやつかな、これ。みんな弾いてたよね、絶対ね。あそこにいた人、大体弾いてたでしょ。みんな弾いてたよね、多分ね。まあ、いいか。そういうことでも、そういう日もある。そういう日もあることにします。うん。髪金するエピソード。いや、背は本当にそういう意味じゃなくて、背って出ちゃった。だって背だもん。背か、みたいな。うん。他人事なら面白い。他人事ならね。